吉村正浩、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村正浩です。今日はですね、オンライン商談の注意点ということについてお話をしたいなというふうに思います。まあ、前回がね、オンライン商談のメリットデメリットっていうことについてお話をさせていただきました。まあ、そこでね、新規営業には不向きじゃないかなっていうふうにお話をさせていただきました。だから向いてるのはね、見込み客のお客さん側が情報収集の段階とか具体的な導入検討の段階、その時に向いてるよってことね、その理由についてもお話をさせていただきました。で、前回ね、オンラインのデメリットとしてこの空気感、温度感がつかみにくいっていうお話をさせていただきましたね。あとは相互のネット環境が必須だよっていうこともお話しさせていただきましたし、この相互のシステム環境が必要だよっていうこともお話をさせていただきました。またですね、ネット環境や機器の状態によっては中断してしまうってことがあります。で、まず今日お話しする第1番目、ネット環境です。これね、よくあるんですけども、Wi-Fi の場合はどういう風なことが起こるかっていうとね、声がブツブツ途切れたりね、画像が途中でね、途切れたりとか、画像が固まってしまったりっていうことが結構起こるんですよ。で、これはやっぱりね、商談とかが途中で中断してしまいますから、これは良くないですねっていう話です。せめてこちらは、やはり私の場合は LAN で繋いだ方が安定してるなというふうに思っております。実際やってみてもそうでした。でね、実は音声なんです、一番大事なのって。何かっていうと、私テレビ局の人とお話をした時に、画像の乱れのクレームってほとんどないんだけども、実は音声の乱れ、音声が聞こえなかったり途切れたりした時のクレームって、テレビ局に電話が一番多いんですって。で、そういう意味でいくと、これね、パソコンに内蔵しているマイクを使うと、どのようになるか、ちょっと見ていただきましょう。パソコン内蔵のマイクだと、このように音が小さくなってしまいます。では次に、マイクをね、接続した場合にどのようになるか。まあ、外部マイクですね。これを接続した場合、このようになります。外部接続のマイクを別途用意して接続すると、このように音声がはっきりします。はい、全然音声が違うと思います。で、あとね、実はね、ハウリング防止っていうのがあるんですよ。何かっていうと、相手の声がスピーカーで流れてきますよね。それをまたこちらのマイクが拾うと、ハウリングしたりね、音がね、ワンテンポ遅れてちょっと聞きづらかったりするので、やはり相手さんの声はイヤホンで聞いた方がいいでしょう。でね、あとね、イヤホンもね、大層なの買う必要ないんですよ。普通のイヤホンの方が僕はいいと思います。な、うちの息子なんかはね、ゲーム実況系でね、ヘッドホンをつけてるんですけどね。これはね、やっぱりビジネス上ちょっと格好的にどうかなっていうふうに思います。で、次、カメラです。カメラなんですけどね、よくあるパターンが何かっていうと、パソコンにカメラついてますよね、最近は。そしてパソコンのカメラの場合、このようになります。パソコンのカメラで撮ると、このように上から見下ろしたような、そんな感じになってしまいますね。はい、ところが、ウェブカメラを別で接続した場合は、このようになります。ウェブカメラで撮ると、このように目線が一定になります。ただ、広い範囲が映ってしまいますので、背景などは注意した方がいいでしょう。はい、随分違ってくるかなというふうに思います。次、照明です。照明なんですけど、照明を当てなかった場合。照明を利用しなければ、このような画質になってしまいます。そして当てた場合はこのようになります。照明を当てるとこのように変わります。まあ、わざとちょっと明るく焚きすぎてるところあるんですけどね。はい。この照明ですけども、市販のもので構わないと思います。凝る人はね、今ね、美人ライトとか色々とあるんで、凝っていただければなというふうに思います。あとはね、目線ですね。目線なんですけれども、まあ先ほどパソコンのカメラだと上から目線になってしまうっていうふうに言いましたけど、だったらウェブカメラを装着した場合でも、例えば普通このようにされるんですね。ノートパソコンがあって、ウェブカメラがあってっていうふうになると、例えばなんですけども、相手さんの画像はここに映りますよね。そうするとノートパソコンを見るっていう形になるんですよ。そうすると、ノートパソコンを見てる場合はこのようになります。ノートパソコンの場合、画面を見ながら喋るとこのようになってしまいます。これはウェブカメラを利用しなかった場合でも、画面に注目するとこのような目線になってしまいます。では、どのようにするかというと、私の場合は、実はノートパソコンで同じ画面を、実はモニターを使って、そしてウェブカメラの後ろ側に置くようにしています。そして、この接続モニターの方を見ているようにしています。そうするとどうなるかっていうと、ウェブカメラの向こう側のモニターを見ながら話すとこのような目線になります。はい、随分違いますよね。次、話し方です。
話し方なんですけど、これはね、実はね、話す速さが相手より速いと嫌われるっていうのがあります。これはね、オンラインは特にそうです。ある調査データによると、相手よりも速かった場合は、実は失注率が2倍になるっていうふうな調査データもあるんですね。なので、実は適度な間、そして適度な質問っていうのが大事になってきますね。リアルの場合だと、相手との空気感っていうので、こちらが間を取った方がいいなとか、質問もね、投げかけやすいんですけども、どうしてもね、画面上だとね、これがね、なかなか忘れちゃうっていう人が多いんですね。なので、やはりね、自分のことばかり話さないっていうのがね、これが大事になってきますね。自分のことばっかり話してると、特にね、画面を通してると相手がね、本当にしらけちゃうんですね。なのでね、やはりよく言われるのはこれですよね。話し上手は聞き上手ってありますよね。これはね、私、以前もね、マーケティングのテーマで、キャバ嬢はマーケティングの天才っていうふうなことをね、お話をさせていただきましたけれども、実はキャバ嬢から習ったんですけども、これ話し上手は聞き上手。これ本当にね、あの人たちに習いましたね。うん。で、質問ばっかりね、してるとこれもダメなので、やはりそれはね、質問しながら、そしてこちらのお話をする。そしてまた質問をしながら、具体的に相手のお悩みごと、お困りごと、そして要望っていうのをね、これをね、探っていきながら提案していくっていうスタイルが大事かなっていうふうに思います。あとはね、これね、結構ね、実はね、これも私ね、気づいた点なんですけども、適度な間、実は沈黙っていうのがね、これがね、実は大事になってくるんですよ。これリアルの商談の場合でもそうじゃないですか。こう相手がうーんって話してる、考えてる時っていうのかな。そういう時ってこちらもちょっと待ちながら相手の空気を読みながらなんですけど、画面の時ついついこれ忘れちゃうんですよ。なのでね、この適度な間、沈黙っていうのがあって、まあ、ある調査データによると、10回ぐらい沈黙を与えないと、相手がね、考える時間がなくなってしまうっていうね、こういうのがあって、失注率が高いっていうのがあるので、やはりね、相手さんが考える時間を提供するっていうのがね、これが大事になってくるかなというふうに思います。で、次、画面共有なんですけども、これね、ズームの場合って、こちらが例えばズームのホスト、主催者側になって相手に URL を送りますよね。そうすると、こちらがホストになってるんですよ。そして、こちらが画面を共有するっていうのはできるんですけども、相手さんが画面を共有したいって時、普通だとできないんですよ。そういう時には、では共同ホストというやり方がありますから、これを共同ホストにしますねっていうことで、相手さんにもこの画面を共有してもらうようにする。逆もしかりなんですよ。あちらさんがズームでね、URL を発行されて、そして、会議をした場合は、すいません、こちらも資料提供したいので、資料をね、ちょっと画面共有したいので、共同ホストにしてもらえませんかっていうことをね、やっぱり言った方がいいかなというふうに思います。あとは資料ですね。資料の作り方なんですけども、まあこれですわ。情報量を多くしないってことです。情報量ね、あれもこれもいっぱいじゃなくてね、やはりね、一番大事なのはまずここ。文字数を多くしないってことなんですよ。どうしてもね、やはりね、リアルの商談の場合って紙を見ながら話しますけど、画面を見ながらって結構目がね、やっぱり疲れちゃうし、文字が小さいとね、これ大変なんですよ。なので、文字数を多くしないということが大事ですし、あとはね、1スライド、1メッセージです。あれもこれも書かないってことですね。あとね、色は3色までっていうふうに僕は申し上げてます。もう何色もいっぱい使ってるとね、これどれがどれだかわからないと。だから、一番アクセント、目立たせたいところは目立つ色にして、それ以外は地味な色にするっていうのも大事ですね。あとね、こういう人も多いんですよ。デザインにめちゃめちゃ凝った資料とかあるんですけど、もうこれね、凝らずに商談なんだからもうドシンプルに行きましょうっていうふうに僕は言ってます。あとこれ、質問をしやすいように工夫しましょうってことです。これはこちらが相手側に質問するっていうのもあるし、相手さんがこちらに質問してくれるように、そういうしやすいような工夫っていうのが大事ですね。あくまでもコミュニケーションですから、特に会ってないコミュニケーション、いわゆるオンラインでのコミュニケーションというのはね、ここの工夫っていうのが非常に大事になってくるかなというふうに私は思います。あとテクニックで言うとね、文字の色は私はあえてグレーにした方がいいよって言ってます。黒だとね、ちょっとね、見づらかったり帰ってする時があるので、やはり文字の色はあえてちょっとね、グレーがかった黒の方がいいかなっていうふうに思います。それとね、これですね、リマインドですね。これ、例えば、オンラインでミーティングをしましょうって言って、日時が確定しますよね。そうすると、確定時にやっぱりメールを送るっていうのが大事だと思いますし、あとはね、
前日にリマインドですね、明日の何時からのミーティングよろしくお願いしますっていうのを、相手さんがね結構忘れてたりすることって結構あるらしいんですね。私も実際ありました。なのでこれはリマインドした方がいいですねっていうことですね。はい。あとね、時間ですね。ミーティングの時間で言いましたら、私はですよ、リアルで例えばミーティングするときって1時間とかね、そういうので設定されてると思いますけども、私は30分ぐらいがちょうどいいんじゃないのかなというふうに思います。うん。どうしてもね、オンラインだとね、マンツーマンですからね、長く感じちゃうんですよ。なので30分ぐらいが一番いいのかなというふうに思っております。はい。ということで、今回はオンライン商談の注意点ということについてお話をさせていただきました。次回もお楽しみください。チャンネル登録していただきますとね、リマインドが届きますから、チャンネル登録していただくと便利でございます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。